はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。賢者のジャッハ様に会いに行ったら闇の神殿にいるよみたいなことを言われたので、この山の途中にあった闇の神殿ですね、そこへ行きたいと思います。武器がムチになってるね。ムチであそこを越えてきたからな。何がいいんだろうな。草薙の剣とかマジもう今超弱いからな。多分これあれだね、剣の武器パワーどっかで逃してるね。宝箱とかにさ武器パワーが入ってるからね。あいつには効かないんだよな、赤いやつ。当たらん、相変わらず。だいぶ魔法が回数使えるようになったね。ただ節約できるやつは節約していきたい。どんだけ草生えてんだ、ここ。この3体は排除していくか。上のあいつはもういいや、ちょっと帰ろう。デーモンヘッド、おお、エクスプロード96とか、やはり魔法強えな。敵も出たー。これさほんとひどいよね。パックンチョコ250、よし、命だけは助かった。死ぬんだっけ、運が悪いと。こいつは普通に倒して、上のやつだな、上のダークナイト。ちょっと待って、どっちだどっちだか分からん。まあいいや、上に行くか。倒した。宝箱開けたくないんだよね、もう。だからカウンターマジックとか唱えてるやついる。お、魔法の鎧だ。たまにはいいのくれるか。最後の方だと確かさ武器パワー持ってるやつとかねいたと思うんだよね。丸見えなんだけど、ゲッ、どっからエクスプロード打ってくんだよ。上か、出た、死神の罠。ちょ、待って待って待って、何かを食らったら死ぬ。また回復しよう。よし、あれ、こっちじゃ何もないよね。右の方に行ってみるか。また復活してんだよね、敵が。上のやつ、待って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 、こいつにファイアボール打ち込んで、カウンターマジックってあれ魔法防御力が上がるの、それともさ魔法カンタみたいに魔法がそもそも跳ね返されるのかな。こっちにもやってかさ、宝箱の出現率高くね。シャドウゼロとかよくわかんないの出てきたし。え、何これ、え、どういうこと、よくわかんなかったな。どっちがどっちだかわからん。丸見えくんだな。え、なんでこんな宝箱出現率高いの。あれ、これどこ、いけなくない、これ。あれか、斧で壊せそうだね。どれだ、ゴールドアックス。タールマンは厄介そうだな。少し斧を使ってみる。どういう状況だ、こっちではない。右に行けそうだね、上も下も行けそうだね。上から行ってみる。あれ、敵しかいないんだけど、ダークホース。これは闇の魔法かな、ゲスエ。まん丸ドロップ分のダメージを食らった。よし、一応もう一個使っとく。まん丸ドロップとか割と宝箱から手に入るからね、こういう時に使っておこう。そしてなんとなく斧を使っていこう。
まあ、攻撃力的には申し分はなさそうだけど、モーションがな。下もなんかいけそうだよね、忍者がいるから。どきたまえ。こいつダークナイト、これ踏んでみよう。え、あ、開いた。今どこが開いた？こっから、あ、そこが開いたのか。最初のとこだね。下に行けるね。どうしよう。なんかこっちの左上も気になるんだよね。あ、間違えた。下のやつに今ファイアボール打ったな。まあいいや。当たってるんだか当たってないんだかいまいちわからん。本当にこれそういうのなんかさ、せっかくのプレステ4なんだからさ。え、なに、え、今なに、あれが出ただけだよね。え、なんだ、よくわかんない。もう少しさ、そういうとこ見直してほしいよね。ファイヤーカクテルも食らってるし、攻撃力ダウンか。こいつはファイアボールでいこう。こっちのやつにもファイアボールと。あ、倒せない、倒してないね。せっかくだ、倒していこう。そんなことやってたらスピードダウン食らったし、遅っ。なんかスチーム版のクロノトリガーが出たみたいですけど、まあ、ちょっと前にね、あんまりね評判は良くないみたいですね。なんかなんとか版のやつをそのまま持ってきたかな。え、ここいけんの。クロノトリガーねめちゃ好きなんだけどね。いや、あれはね本当に名作だよ。エンディングとかね、ほぼ全てのエンディング見たからね。このデーモンヘッド、やっぱりね昔のね作品はね。あれ、宝箱がある。名作が多いけど、なんかね今のはね、なんて言うんだろう、その映像とかさ、そういうのに凝りすぎだよね。ファイナルファンタジーとか。これは武器パーかな。全然違う、戦力だ。あと1回しか使えない。こっちに使おう。カウンターマジック、どっちが早い。魔法跳ね返したか。うおほほほほほほ、クラフト。そうか、カウンターマジック使ってくるやつは本当に肉弾戦で勝負しないといけないね。技レベルアップ。おの、レベル1かよ。ようやくレベル1か。あれ、これどこだ、どういうルートに来てんだ。お、あいつ下にいるし。斧とか技使ったことないんだね。じゃあちょっと見てみる。どっから今さ与えた。いや、すげえ遅い、なんか呪い。宝箱ね、回収していきたいよね。やっぱり絶対剣のパワーどっかで回収してないもん。こんなにね差が出るわけない。痛くない、俺じゃなかった。あ、ここなんかあれだよね。え、これな、あ、あれか、これで無知でいけるよってやつか。紛らわしいな。ちょ待って、いけたいけた、ちょっと踏んどこう。踏めない、こいつがいるから。そうそう、あんまり変なところで攻撃するとねこうなっちゃうんだよね。
ちょっと不便さが目立つよね、このゲーム。あれどこだ、今度あれは。なんかいろんなところに行けるようになってるけど、これはもう完全に敵部屋だね。着ランドしよう。じゃあ着ランドもちょっと弱い。攻撃力が少し弱い。でもね、技がね、なんかいいんだよね、素では。145クリティカルが出るの結構強えな。技を止めてこう。技を貯めてる間にね、この忍者とか絶対死ぬっしょ。レベル3、155か。クリティカル一発分くらい。爪自体は今いくつだっけ。これ下側からいくか。クリム引っかかりそう。引っかかってたね、上で。ん、あ、開いてない。いや、最終的にここを開けるんだ、きっと。あれ、ポポイとかいつレベル上がった。マジックパーが回復してんだけど。一回戻ろう、最初のあの開いたところに。普通にしたら 100% 何回かやった方が効率良さそうだしね。死神とか。なに、ほんとひどくないこれ。確かディテクトを使えば、よし、あの中身が分かるんですよね、罠かどうかみたいな。確か、よし、一回ね、宝箱ごときにディテクトとか使ってらんないしな。貯めてこう。レベル3とか思ったら倒しちゃったよ。貯めてる間に倒すパターン。もう一匹いなかったっけ、せっかく貯めたんだ。あいつだ、あいつ。ほら、プリファちびっこになった。これ治る。ダークナイトにファイアボールを打とう。遠くから。プリムの攻撃は10いくつっていうの。え、ちびっこって治んない、その自然放置で。プリプリソー使うか。じゃあ、あ、ワープしてきたこいつ。いつの間にワープしたの。一回戻ろう。あー、こっち側って結局斧を使わなければいけないんだっけ。いけないね、斧を使おう。ゴールドアークス。あいつ今どこに攻撃したんだ。上の敵か。ここがいたんでこっちに行きましょう。あ、宝箱。ちょっと待って、先へ進める道とかじゃないんだ。これは何の宝。おお、いいね、グローブのパワーがアップ。あれ、もう一回いける。多分取ってないとあれなんだね。何回も取れんだね、そのレベルになるまで、適正レベルになるまで。じゃあちょっとさ、一回出よう。ここはだって結構簡単に来れるからね、全ての敵を無視すれば。ちょっとグローブはレベル上げていきたい。ダッシュして全ての敵を無視すれば2、3秒でついたよね今。それは言い過ぎか。ワッツどこにいんだっけ。ここにいるんだっけ。いたいたいた。待ってたよ。どれだ、チャクラハンド。さらに鍛える。ハイパーフィスト。いや、草薙の剣とかさ。で、まあ寝る必要はないか、特に。ちなみにハイパーフィストって、ああ、
やっぱな、大体似たような攻撃力になったね。宝箱でゲットしないとね、武器レベルのあれが上がらないからな。うわ、スポイト。え、結構取られた。パックンチヨコを食べよう。え、何クリティカルヒットとかすっげー食らってんだけど。結構パックンチョコ減ってきたな。げ、ちびっこになった。めんどくさいな、ちびっこ。とりあえずぶっ倒して、死神以外のステータス回復、つまり普通のステータス以上だったら全回復できるってことか。全回復って全部ね。で、真ん中だから意味なかったでしょ。左手だって開いたっけ。開いてないよね。で、こっち来て、どういうことだ。あ、あそこが開いたんだっけ、この先。あ、ここだ、この先が開いたよね。け、ファイヤーボール一発や倒せない。無駄に終わったな。あれ、これ何、どういう状況。え、いけんのこの奥。あ、いける、普通にいけるわ。この宝箱は回収していこう。え、あー、ミミック系か。いたい、強い、攻撃力強い。おー、なんかそれっぽい感じになってきたね。で、これを踏むと、おお、ファイヤーカクテル、攻撃力ダウン。じゃ、どんだけファイヤーカクテルって誰が撃ってんの。ちょ全然何これ、動けねえんだけど。もう魔法だらけで、こいつら全員にアイムかけよう。あ、カウンターマジ取られた。やばい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 、魔法が跳ね返ってきた。あいつら自分だけカウンターマジックかけやがって、きたねえやつらよ。踏もう。で、こっち上にも行けるよね。でも、まあ、行けるけど、あれか、何にもないか。これ踏んで、なるほどなるほど。アイテム使うとさ、なんか戻ってくんだよね。ポポイポポイはでも見えるところにいるから戻ってこなかったか。よくわからないワープシステム今さらになって発見したからな。ここまで来て対話勝負とか、なんなんこれ。プリムだから当たってないんだって、そっからだと。何やってんの、バーストとかさ。おお、ファイアボール返しちゃった。でもさ、結構食らわないよね、ファイアボールは。我が名はシェイ、我を倒せ。何こいつ。とりあえずヒューポスライムで、あれをかけよう、ディテクト。なんか どういう立ってんだ。火の力、よし、このままファイアボールを連発していこう。イビルゲートか。待って、どうなってる。雪だるま、一旦回復させよう。なんかこれどんどん小さくなってって、ダメージを与えると小さくなっていく系かな。
そうするとなんかもうそろそろ倒せそうな気がするけど、まあ、このマジックパーで全然余裕でしょ。310とかやはり強いな。たさ、なんか音だけドッカーンみたいな感じになったけど結構しぶといね。よし、全員レベル上がったか。割とゴリ寄せるよね魔法で。え、何のパワーも上がんないの。武器パワーが上がらない。あ、上がったわ。スピア、いや剣マジで。え、こっち何。あ、さっきのやつシェイドか。我は闇の精霊シェイド、かつて魔界の王として世界を恐怖に震え上がらせたこともある。だが古の勇者たちによりて力を封印されし者、我が力の化身倒せし新しき勇者よ、今や封印は解かれた。掟に従い我が力何時らと共にあらん。精霊シェイド、シェイドってさ、でも確かポポイしか使えなかったよね。で光がプリムしかね使えないはずなんですよ。そう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 だよね。ちょっと待ってね、こうのこうのこう、あーシェイド、イービルゲート、ダークフォース、アンティマジック、聖剣超弱いけどね一応共鳴させとくか。こんな弱い聖剣でいいのかな。さあ共鳴してさ、こう武器パワーが上がってってほしいよね聖剣に関しては。行ってないとこある。行ってないとこ絶対ないよ。この前のさ古代遺跡はさ帝国にあった、多分行ってないとこあるね。敵がいなくなるからな、クリアすると、まあ、絶好の探索機会ではあるんだけど、ここは大丈夫だと思うんだよね。一応落ちれないかとか。落ちれないね、全然落ちれない。結局さ、なんかあそこが開くんだなみたいなところは全然違ったね。このまま帰るか。ここの敵もいなくなってる。こちなみにさ、山頂までさまた歩いていかなきゃいけないの。フラミーで行けないのかな。一回行ったところ、一応呼んでみよう。満天山でしょ。無理だな、いけなそうだな。これマンダーラの村でしょ。いや、いけなそうだな。やっぱ歩いていかなきゃダメか。一回この満天山脈に降りて自力で全てを鹿として走り去ろう。これ全てをね死活すれば結構早くいけんだよね、いちいち敵に構わなければ。移動速度自体は速いからね。無知に変えて、むしろこういうモーションが時間かかるっていう。ニキータ、そういやこんなとこにいたな。ニキータあんま役立たないよね。別にここにいたってしょうがなくない。で神殿内とかには出ないからねニキータ。け、石になった
石になっちょる。何これ変な石なんだけど小便小僧みたいになってんなポポイだから。こら、はい、賢者様は留守であるな。嘘、賢者ジャッハ様は黄金の島へと出かけたんだな。空飛ぶほうきで一つ飛び、え、黄金島、ここから北東に行った海の真ん中の丸い島なんだな。ここで黄金島か。次は黄金島、結構いい防具売ってたからね。今金どうなってんだろう。あそこはね、高かったよね。それせい戦ってるねマジ、まだ戦ってたの君たち。黄金島どれだ、あれ、これ、これで多分違うよね。これは亀のなんちゃらで、アメフラシの尻尾が売ってたところで、世界はね、そんなにね、広くないと思うんだよね。割と適当に飛んでればいける。ん、それでどこへ行くんだ。この先は黄金の塔、マンモン様以外は誰も入れないぞ。え、黄金の塔に行けばいいのかな。外壁は特に何にもないかな。え、マジで何にもない、一周して終わり。え、ほんとなんもねえな。あ、いた。町外れの塔はかつて光の神殿と呼ばれていたが、マンモン様に封鎖されて以来誰も入れない。昔あの塔の鍵を共和国のスパイが盗み出したが、サウスタウンで捕まり処刑された。だが鍵は見つからなかったそうだ。一体あの塔には何が。これあれじゃん、あのばあさんじゃん。てかさ、ここまで来て階段ないのか。多分入れないよね。じゃあ、あのばあさんが鍵持ってんのかな。レジスタンスの634を教えてくれた人、一回ちょっと入れないっていうことを確認しよう。それでフラグが立ったりするのかな。いけないね。どこでフラグが立つかよくわかんないんだよね。これなんだっけ。あ、マンモン様か。マンモン様お話聞いてみる。まあ、せっかくだからセーブもして。一泊ポポイ減ってるからね。あって、これまたこれを見させられるのか。開放で飛ぶのは気持ちいいね。急にどうしたんだ。ちょっと思い出してさ、あのピューンってのが癖になっちゃってさ。確かにあれは楽しいよな。予定があれば使うけど。明日は使わなくてもいいんじゃない。お金もかかるしね、節約しないと。それもそうか。チェッ、ケチなんだからよ。もしかして姉ちゃんは大砲が怖いのか。そんなことないわよ。あんなの全然怖くないわ。本当、じゃあ明日は大砲屋でひたっ旅だ。ところよ、どこへだってぶっ飛んでみせるわ。へへ、楽しみだな。どうした、あんちゃん。でも節約。私だって書くって決めたんだから、いつまでもうじうじしないでよね。あ、やっぱ怖いんじゃん。 だから違うわよ。ほら、もう寝るわよ。ジェマ、また大砲屋台出してくれないかな。別に大砲台そんな高くねえだろ。しかも今フラミーがいるからね、それこそ無駄だよね。
まあ、あの大砲でぶっ飛んで生きてるんだから、ここの世界の住人は体が強いんだな。まあ、モンスターとかがはびこる世界だからね。上に行きましょう。この子は？あたいは金のネックレスと指輪とブレスレットと。こういう女の人は好きではない。私たちマンモン様に金を分けていただきに来たの。ただで？お、これは奥様？この島は世界で一番豊かな島ですわ。いやでもね、こういうのはね、やっぱりお金は人の心を変えちゃうんだね。金じゃ、この金は皆すべてわしのじゃ。それだけ？特になんか。あ、この人は錬金術と言われる古代の魔法を使えば、石や岩を金に変えることなど簡単さ。もっともそれなりの力が必要だがね。え、こいつ見えないの？超怪しい。回転できないからね。普通のじいさんか。かなり怪しいけど。まあ、じゃあ、 あのばあちゃんのところに行ってみますか。名前もう忘れたよ。なんだっけ、名前あったっけ。てかさ、このモーグリーベルトってさ、なんか役立つの？モーグリーに変身って。それこの兵士もあったよな。なんだ、人が怪獣に連れ去られたぞってならないのかな。あれ、この灯台みたいなのは何？灯台島、気になるね。ちょっと降りてみたい。え、何これ、入れる。ひたすら上に登っていけばいいのかな。この構造、あれ思い出すよね。 FF5 のさ、フェニックスの塔、あれ結構きつかったよ本当に。途中でね、マジックポットとか出てきて、エリクサーちょうだいって言ってきてエリクサーあげたりしてたけどさ。あ、早かったな。あれ、わしは東大森のピカール。海が荒れて船も通らなくなったけど、こうして海を見続けているよ。この島の北東に巨大な珊瑚礁があるが、実はそこには古代に沈んでしまった大陸があるのだ。マナの神殿というのは、実はあの大陸を浮上させるスイッチになっているのだ。古代の文明の力はすごいな。きっと大陸の下にはもっともっとすごいものがあるに違いないぞ。え、それだけ、なんかくれよ、せめてなんかくれよ。また後で来んのかな。あとあれも思い出すね、 FF6 の変な塔登ってくやつ、マジックマスターがボスでいるやつだっけ。これ FF6 もね、結構好きなんだよね。なんていうの、チーム編成するじゃないですか。だからこうある程度ね、みんなを使うっていうのがね、好きなんですよね。こうメンバーがさ、いっぱいいるのはいいんだけど、もう固定メンバーしか使わないみたいになるとあれだけど、 FF6 はね、4人で3チームとか分かれるんで、俺結構まんべんなく鍛えてましたね、全員使えるみたいな。セッツァーはね、スロットが嫌いだったんで弱かったかな。帝国どこだっけ、ここだっけ。で、ここがノースだからサウスだよね。これは遺跡。サウスどこ？結構離れてるんだね。大砲が見えたな。懐かしきサウスタウン、ここだ。
女は黄金島で秘密の鍵を盗み出そうとして皇帝にやられちまったのさ。ほら、これがその鍵だよ。旦那の形見として大事に小箱にしまっておいたのだけど、旦那が命と引き換えに盗み出したもんだ。無駄に持ってても浮かばれないのかもね。あんたたちにやるよ。これで仇を取っておくれ。特にこのばあさん名前なかったね。じゃあ黄金島にまた戻りますか。それフラミーも大変だな。一回一回こう空で待機してんのかな。どこだ、これだっけ。これだね。黄金の塔に降りられるの。ちょっと待って、黄金の塔っていうか一回黄金の町に行って買い物したいから。どこに店あったっけ。これ何、これコーヒー屋さんは違ったよね。ここか。ちげえ、ワッツがパクった店屋さんだった。案外こうやって見ると広い気がするけど。あと道具もちょっと補充していきますか。いらっしゃいませ。7万8000しかない。バトルスーツ買えねえわ。パックンチョコを少し買いだめしとこう。1個30円だしね。この辺魔法のくるみは大丈夫。プイプイソー結構使ったからな。じゃあユニコーンヘルム、ユニコヘルム、ドラゴヘルム、あ、こっちが強いか。あれダックメットのダックヘルメットの方が強いじゃん。これ一番強いのやだな。俺ドラゴンヘルムかぶりたいんだけど。まあいいや、これかぶるか。あ、2つかこれは。でこれ1個でしょ。腕分けはラピスが一番高いかな。これ3つだね。他にご用は、またお越しください。鎧がちょっと揃えられなかったな。こいつはドラゴン。28も上がんの。めちゃくちゃ上がんなこれ。鎧は買えなかったでしょ。でこいつはこのダックメット40も上がんの。とんでもねえな。こいつのダックメットかぶって腕輪をつけて、いや案外ね高く売れないんだよねこれ。ここに来て買えないか、悲しいな。いらないのは売ってこう。魔法の鎧が1個売れるよね、手に入れたから。いやそれでも全然だな。いや全然だね、2つも買えないわ。まあいいか、このまま行こう。防具をね揃えるだけでもだいぶダメージが抑えられるんで。鍵を使う素振りとかなかったな。いきなり敵か。相変わらず反応だけは早い。せっかくだ、ハイパーフィスト使ってこう。ビーストゾンビみたいなの書いてあるな。あれ宝箱ある。これ何宝箱。槍、フレームセイバー、フレームセイバー火だるまになりそうだからな。あ、こいつなんかさ魔法しか効かなそうなあれではないか、雲ではないか。ヒールウォーターはめんどくさいな。バイズだ、先に仕留めておく必要がある。アンチマジック、アンチマジックって何、自分に使うのか。ウィザード愛があれかな、生み出してんのかな。550か。トワーク、
まだ生きてるか。そっか、宝箱を普通に。いや、ひどい。何これ、ほんとひでえな。ロイヤルゼリーとか1個しかねえわ。よし、スピードダウン。スピードダウンはマジでスピードがのろくなるだけだもんね。あんまり害はないんだよね。お、技レベルアップ、グローブレベル4。あれ扉があったの。うわ、ミスったな。え、もうボス？早くないか。どこだ？あ、なんか出てきた。だって例によって最初はディテクトをかけよう。で、ファイアボールぶちかまして、こいつの準備ができたら、待ってね。ノームのクイックを使おう。ジンレベル3になった。バイオブレっていうかさ、これさ、魔法使うとさ、あれは指示するとメーターが一気になくなる。何のクリティカルヒットを与えたんだかよくわからんし、結構強い。でもその防御力っけ、マジか。おっとっとっと、これ溜めてる間に魔法指示するとアシッドバブル。いけ、モーグリニアミ。ほら、ゲーミスった。ひどくない、これ。ここまで来てさ、ミスるなんて。おとなしくファイアボール連発しよう。俺の蹴りがさ、果たして機能してるんだかよく分かんない。倒した。え、どういうこと？まだ生きてる？バイオキメラだからまだ生きてんの？そうだよ、ね、なんかあいつら攻撃してたもんね、ずっと。いって、やばいやばいやばい。指示は出せる。プリムも一回回復に入ろう。ああ、ようやく倒れたか。ブーメラン。て、剣はマジで何、まだ上に行くのか。まあ、そうだね、さすがに早いもんな。中ボス的な立ち位置か。斧は1回で終わり。下行けんのこれ。ちなみに行けないね。上に行こう。こんなところにアシットストーム。お、忍者。これで決める。何、忍者まだ生きてる。もしや、よっ、ダメだ。死んだ、死んだね。今度は死んだね。命は助けてもらえなかった。悲しいことだ。よし、復活。一応全回復するんだ。アレイズと同じ効果か。優しいね。え、もしまたさ、ボスがいるとか。いる、黄金タウロス。
んまり当たんない。え、ちょっと待って、ファイヤーボール効いてない。本当だ、よくわかんない。石化ガスで、ここに食らうの、俺が食らうの。またしょんべんこと出してる。ちょっと待ってね、直すから。でポポイに魔法のくるみ使ってディテクト使おう。弱点を見つけた方が早そうだ。で、ちょっと待ってね、回復を指示する。金は4000円、風の力に弱い。では陣に行こう。サンダーボルトでいいかな。じゃあなんとなく、めんどくさいからサンダーボルトをこのとこだけあれにしよう。ゴリ押すサンダーボルトで。おお、魔法だな、魔法が強いわやっぱり。でもこれボス倒すたびにさ、なんか武器パワー上がってくのかな。そしたらそれもそれで結構嬉しいんだけど。弓矢、でまた上か。まあ、ポポイのねレベルが上がったからマジックパワー回復したけど、あ、もういないか。私は光の精霊ウィル・オ・ウィスプ、黄金島の王マンモンによって力を奪われていました。マンモンはマナの力を悪用し、私の魔力によって金を作り出していたのです。でもそれももうおしまい。この島の金はいつか元の石に戻ります。金によって狂わされた人々の心も戻るといいのですが。さあ、私の力を授けましょう。世界がマナの要塞によって光を失ってしまう前に。ウィル・オ・ウィスプ、これはプリムですね。ホーリーセーバー、これさ効果がよくわかんないんだけど、ホーリーセーバーを使うとどうなんのみたいな。セイントビーム、ティンクルバリア、ティンクルバリアってなんだっけ。全然わからん効果が。でまた弱っちい聖剣と共鳴するのか。聖剣伝説なのに全く聖剣使ってないからな。でここはさすがに一本道だったから取り残したものとかないでしょう。一応マッチの様子を見てみよう。どうなってる？どうにもなってなくね。この先は マンモン様のとこだけ寄ってくる。ここはこの島の領。マンモン様の様子だけ見てこよう。あ、こっから上行けんじゃん。あ、こっちに通じてんのね。この人は？私たち。まだ言ってるよ。あたいは。怪しいじいさんは？普通だね。金じゃ金。あれ何にも変わらない。錬金術といもっとも何にも変わってないね。まだ変化がないか。じゃあまたあそこに戻らなきゃいけない。ちょめんどくさいんだけど、このさ
山登りか。まあ行くか。フラミーもさ、もうちょっと気を使ってさ、いろんなところに下ろしてほしいよね。で、やっぱどこだっけ、これだっけ、満点山脈。足ね、結局でも無知にしないといけないからね。とにかく急げー。ここにさ、杭をさ設置してる意味あんの？ただめんどくさいだけなんだけど。だってこの満天山脈に来るにはさ、絶対もう無知なんてさ持ってるはずじゃん。まあ、そういうギミックとしてつけたかったんだろうね。まあ、いろんな武器を登場させてるっていうのが聖剣伝説の楽しさでもあるので。賢者がいるかな？いなそうだな。いないね。ほら、全く言ってること一緒だな。マジ？賢者ジャッハ様は月の神殿へと出かけたんだな。空飛ぶ雲均等運でひとっ飛び。え？月の神殿？カッカラ砂漠の外れにある宇宙の海に浮かぶ不思議な神殿なんだな。なるほど。均等音とかも持ってんだね。ほうきと均等音だったら均等音の方が乗り心地良さそうだけど。じゃあとりあえずフラミーを呼んで。それ。こいつらまた永遠に戦い出すからな。頑張ってるよな。でかっからの、ちょっと待って、これどうやって切り替えるんだっけ。ここか。千里眼がせよどうのこうのって言ってる。千里眼って何なの？月の神殿でしょ？ちょっと月の神殿は次回にしますか。カッカラの宿屋に泊まって終わりにします。カッカラカッカラカッカラ王国。水を戻したけどさ、結局モーグリーベルトって何なんだ。はい、というところで、じゃあ今回はここまでにして、次回は、さっきの月の神殿ですね、行っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。